おはようございます。10月15日です。今週はもう爆撃でございましたね。特にバイ一辺倒で行き過ぎるぐらい、もうねこれはもう行き切ってくださいということで、ずっとバイで押してもらいましたけども、まあ今日に来て落ち着いてきたのかなというところでございますね。まあ無限に、上がり続けることはないので、この辺で調整されてですね、まあ一旦横ばいに入るかなというのがいつものパターンです。まあですんで今日はね、一日様子を見る場になります。ポジションがある方はもう外すことを積極的に考えていただいて、私の場合はもうノーポジションになりましたので、こっから横ばいになって、そしてまた再ブレイクは上昇の方に行くのか、それともセルの方に戻るのかってことを見ていこうかなと思います。まあ一旦ね、ここでね、セルの方に落ち着くんではなかろうかと思いますね。時を同じくして、我が国日本では原油価格の仕入れ高騰により、ガソリン代が160円をオーバーしましたよね。これはね、7年ぶりのことだそうなんですよ。で、石油の価格、ガソリン価格、いわゆる物流コストが上がるということは、すべての商品の物価が上がるってことになります。これ実体経済の価値が上がったんではなくて、単なる輸入するガソリンの値段が上がっただけなんで、なんだ社会的な価値の向上にはなってないわけですよ。逆なんですよね。負担が上がって、まあ、物価が上がったってことですから、これ早急に逆回転が起きるんではないかなと思います。まあそういうのもありましてね、ここから下落の方向に向かうことも考えられるんですよね。まずは横ばいで様子を見るというところから金曜日を過ごしていただいて、その後、週が明けて18日からの週が始まりますけども、ここではかなりの乱高下があるんではないかなというのが私の予想です。それではね、画面を切り替えて今週を振り返ってみましょう。はい、これが、デイリーですね。デイリーは本当一線を画すように、このあたりの相場感がもう急激にね、こっちの方に移ってきて、新しいレンジをこのあたりに形成するんじゃないかなっていうふうに感じるところなんですね。まあ、移動平均線、極端な上昇を見せました。でもこのあたりで急速に落ち着いていくんではなかろうかと思いますし、これ以上に上がるとしたらですね、まあ別のマーケットも壊れていくんではないかなと、結局揺り戻しが起きるんですよね、これだけ強いと。まあ、ですんで、まあ、ここもね、一方的に上がっていったところなんですけども、下落して横ばいに入ったでしょ。で、その後なんですよ。上に上がるのか、下に行くのかっていうのは。まあ、ですので、いつものパターンのように、ここで収束されて、横ばいがしばらく続くというふうに考えております。で、4時間の方を見てみますね。4時間なんですけども、もう綺麗な上昇トレンドです。ここから組み上げて、ドーンと上がってですね。そして、ここでまた組み上げて、ドーンと上がると。で、もう一回同じパターンが続くこともあり得ますけども、まあなんせもう114円が間近ですからね、ちょっと上がりすぎてるなと。これはね、相場が実体経済を上回って示しているというふうに私の感覚では見えるんですよね。これはもう完全にやり込んできた勘です。ですんで、どうしてそう言われるのって言われても説明ができないんですよ。単なる勘です。まあ、投資の世界では、まあ、初心者ならまだしもね、そこそこ実績を上げて年数繰り上げて、毎日やっていくと、勘が働く時があるんですよ。もちろん勘違いの勘もありますけどね。で、今回は十分利益を取れたんで、今度は理論理屈よりも勘に頼ってみようかなと思うところで、これから横ばいが始まるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。まあ、なんともあやふやなことを言うなよって言われそうですけども、1時間を見ると、あながちそうでもないんですよ。上昇した、この、ローソク足が今、横ばいに入ってますからね。まあ、ですんで、この流れが、もうちょっと続くんじゃないかなと。おしまいには収束して、ブレイク。このいつものパターンに入るんじゃないかなっていうのは無理からのことですよね。まあそれにしても黄色いゾーンが随分下のところに来ましたね。黄色いのはね。こっからほら、一旦、おしめを作って上がってるのがよくわかるでしょ。で、これがおしめになるかと思ったらおしめにならなかったんですよ。せいぜい横ばいなんですよね。このレンジの箱の中で収まっているということでございます。はい、今週十分利益を取れましたんで、頭を冷やすみでも、そして来週からもさらに利益を上げていくため、プラスですね、損失をここで抑えていくんですよ。今、結構、有頂天になってますから、判断を大胆にする傾向があるんですよ。だからこそ、ロットを落としてでも、冷静なトレードを来週からしていかなくてはなりません。来週はですね、多少なりとも、ロスが出ると思うんですよ。だから、マイナスにならなければ、御の字という気持ちで、18日から22日の週を、第3週を迎えていこうかと思います。それではお疲れ様でした。